ベネズエラ空軍はベネズエラの空軍。1920年12月10日に陸軍航空学校が創設され、ここからベネズエラ空軍の歴史が始まる。創世紀はファルマン製飛行機やコードロン G3 やコードロン G4 を装備し、主にフランス、ドイツ、イタリアの影響を受けていた。第二次世界大戦後は、 アメリカ合衆国の援助で再編成され、1946年6月22日に正式にベネズエラ空軍が発足した。現存する空軍基地の大半は1960年代に建設された。この頃の主力機は F-86 や B-25 であった。1970年代に入り、石油価格の上昇により軍事費が増大し、 空軍の近代化が1980年代まで進められる。ミラージュ3や T-27、OV-10A、E、VF-5A、D のほか、1983年には F-16 が到着した。アメリカ合衆国が F-16 用予備部品の輸出を禁止した結果、 ベネズエラ空軍は2005年7月に24機のスマイナス30を購入することとなった。2009年までに、未マイナス28が4機引き渡される予定である。これ以外にも、ロシアからいるマイナス76を2機の調達や、スマイナス35の購入交渉が進められている。ベネズエラの空軍基地空軍総司令官のもと、以下の職位、組織がある。2007年時点で、 現役兵装員5500人。パイロットの平均飛行時間は155時間。年。スマイナス30戦闘機 F-16 戦闘機。クリストファー・ラングトン。ミリタリー・バロンス2007。ラウト・レッジ。ありがとうございます。